かったですね、あれあと1分ぐらい時間あったらどうなってたかわからないですよね。いやいやいや、ダウンがありましたので、10対8でブーンですね。今のダウンシーンです。まずうわっ、ね、いやー、よく立ち上がりました。タイミングだけじゃなかなか倒れないと思うから、打って打って体ごと力任せに、乗せていったんですね、体を、ええ、そうしたら右アッパー食うところまで来ましたね。第5ラウンドです。さあブーンの方は行きます。だからキャリアがないから、ああいう場面ですぐクリンチホールドできないですもんね、ええ、ああそうですね。逆にブーンは浜さん、今が攻め時ですね。もう行っちゃった方がいいですね。1分間で相手がどれだけ、要するにゴードがどれだけ回復したか、まあ、4分前にとにかくこのラウンドノックアウトをするつもりですよね、突っ込んできますブーン。あのクリンチワークとかそんなにオードは、やったことないでしょうからね、はいはい、まあ、持ち前の持ち味である足を使って、離れながら回復させるということをやればいいんですからね。そうですよね、もうこれからクリンチワークだとかそういうことも、また聞いてますから、また聞いてますから、足を使って回復させることですね、はいはい。ガゼンダーネル・ブーンの方が余裕を持ち始めました。さあ行けるぞというそういう段階に入ったようです。なんとか仕留めたいところ、ダーネル・ブーン。ともに去年デビューしたばかり、どちらがこの後順調に星を重ねていくか、まあ、ブーンの方は負けてはいるんですけれども、まだまだこれからです。キャリアの前半で負けのが多かったなんていう有名選手はいくらでもいます。いや、ジャブ、あ、ちょっと戻しましたが、持ってきたか、足を使ってですね、自分のボクシングをまずすることなんですね、まあ、これがプロの洗礼ですよね。あ、そうですね、うん、第4ラウンドにその洗礼一発を浴びています。立ち上がりましたので、まだ挽回は十分可能です。それが証拠にだんだん動きが戻りました、戻ってきました。ただあの一発もらったということで、だいぶあの守りに入る部分は出てきますでしょうね、これからね。まあ、聞いてますからね、今度ラウンドの6ラウンド目ですよね、聞いてますからね、これは。それでアンバランスのまま攻めに行くと、またいいの食ってしまいますから、まず回復させると、はいはい、まあ、それだけの体力はある意味あると思いますからね。ただ聞いてるんだったらですね、ジャブ打っては動き、ジャブ打っては動きですね、リーチ効かしてですね、そうするとあの目が覚めてきますからね。だいぶ回復しましたよ。ああそうです、うん、だいぶあの足の踏ん張りが強くなりましたからね、うん、だいぶ回復しましたよ。バックステップ、ああそうですね、ちょっと余裕が出てきたようです。まあ、こういう苦しいところをいかに乗り切るかというのも今後のいい勉強になったのではないでしょうか。しかしまだ今年は勝たなきゃいけないんですからね。そうですよね、勉強はしたものの黒星が続いたんじゃ話になりません。第5ラウンド終了しています、まあ、このラウンドは、まあ、ウォードですね。あ、取り返しました、はい、金メダリストアンドレ・ウォード。第4ラウンドはヒヤッとしました、ダウンをもらってます。さあ6ラウンド目ですので、これがファイナルラウンド、ラストラウンドです。まあ、小泉さんの採点ですと4ラウンドダウンを喫したラウンドだけ相手のブーンが取っているようですので、ポイントは若干ではありますが、ウォードか、これは大事なラウンドになります。第6ラウンド、ブーンは一気に勝負を倒して決めたいという感じが出ています。まあ、あのウォードの後ろトランクスに SOG って書いてありますけどね、ええ、まあ、何の略かは分かりませんけど、4ラウンド目は言います、はい、どうぞ。 SOS に見えたということですね、はい、そうですね、はい、左のジャブ、それは見切れるんですけれども、今度はブーンがなかなか攻め込んでいくのに苦労しています。
だ結局アンドレウォードっていうのは決め手がないですよね。ジャブは非常にいいもん持ってる、運動神経もいいでしょうし勘もいいんでしょうけど、相手とするとですね、ジャブ打たせておいても近寄って強いパンチ入れればいいっていうようなその攻め方できますもんね。だからこの選手がやはり対戦するためには決め手のパンチでしょう。ジャブだけ打ってたら世界チャンピオンになれるもんじゃないですよ。はいはい、という厳しいアンドレ・ウォードへの挑戦がありましたけれども、分かりませんよ、浜さん、あ、これからまだ一発出るかもしれませんもんね。まあ、まだ21ですからね、体がまだできてないですから、体が鍛えてからの話ですからね。だから、まあ、今まで打たれることを想定しないで、まあ、やったわけでしょうけど、打たれた時の体力、はい、これはですね、次の試合に向けて体鍛えてつくという問題じゃない、ないですからね。あ、それはそうですよね。時間かけなきゃできないことですから、いくら素質があってもそんな一朝一夕にそれが開花するもんではやっぱりないわけで。ただアメリカはそのオリンピック金メダル取ってですね、育成まで世界挑戦まで4年かけるんですもんね。まあ、メイウェザーみたいなのは例外ありますけど、日本だったらもしオリンピック出たような選手、金メダルリストじゃないですよ、そしたら2年で勝負させますよ。あ、そうですか。もう次の年東洋行って、東洋ランキング入ったら世界だっていうふうにいきますよね。これやっぱり見習わないといけないですね。オリンピックの金メダリストを4年かけるんですからね、育成に。まあ、ただあのクラスにもあるでしょうね。日本の場合は軽いクラスがあの多いわけで、やっぱり中量級から重量級行くとそれはかけないですね。やっぱり世界の強いのゴロゴロしますから。6ラウンド目終了しました。ラストラウンドどうでした？ウォードですね。ポイントはダウンはもらったものの、ポイントは上回りましたかね。まあ、ポイントでは勝ってると思いますけどね、だけど課題を残したと思いますね。Ladies and gentlemen, before I read the score totals, how about a hand for both of these fighters putting up a great effort here tonight in this sixth round attraction, Darnell Boone and Andre Ward. Well, fans, after six rounds, we do have a unanimous decision. Here are the score totals. Judge at ringside, Andy Dinger, scores about 57-56. 57-56. Robert Clancy scores about 58-56. 58-56. And Dennis Ryan sees about 59-55. 59-55. All three in favor of the winner. 3-0. And still undefeated, Andre Ward. 勝ちましたね。判定で3-0です。ブーイングされてますね。なかなか、まあ、期待されていたでしょうからね。やっぱりダウンしたあというイメージが、お客さんには随分残るでしょうね。お客さんもちょっと厳しい評価を与えたようです。まあ、これがいい糧になるといいんですけれどもね、何クソと、この後の踏ん張り期待したいと思いますが、まあ、でも、ダウンしたといってもですね、はい、強いパンチは一発ですからね、打たれたのが、それはある意味良かったですよ。こんなポイントが出ておりました。そうですね、4ポイント差、2ポイント差、1ポイント差ですね。それで、このウォードのプロモーターですけどね、はいはい、一応共同プロモーターなんですよ、はい、スクエアリングと、それから偶然テューターなんですけど、ただメインにそのプロモーターをやってるのは偶然テューターなんですよね。これ一発は強いの打たれましたけどね、それ以外に強いの何発も打たれてしまったという内容じゃないですからね。ある意味、まあ、あの不幸中の幸いというんですかね、一番悪いパターンというのが何発も打たれて、まあ、体痛んでしまうと。そうすると次の試合、まあ、今後に影響しますからね、はいはい、それがやっぱり一発打たれちゃいけないなと分かっただけでも、まあ、相当な勉強になったでしょうね。自分の課題が分かりました。アテネオリンピック金メダリストアンドレ・ウォードがプロ7連勝を収めた試合でした。まあ、防御が課題ですね。まあ、課題なその課題ではないと思います。まずはチャンピオンラファエル・マルケスです。2000年12月 WBA ラテンアメリカバンタム級タイトルを獲得。2002年2月には元世界王者マーク・ジョンソンとの再戦に8回 TKO 勝ちで USBA 全米バンタム級タイトルを獲得。
2003年2月、ティム・オースティンに8回 TKO 勝ちで IBF 世界バンタム級タイトルを獲得後、5度の防衛に成功。戦績は37戦34勝 30KO3 敗です。